度の週末のことなんだけどさ、悪いけど一日どこかに出かけてくれる？え？どうして？実はこの間彼女と婚約してさ、結婚の挨拶として彼女を連れて行きたいんだ。だったら私も家にいなきゃいけないじゃない。どうして私だけに出かけてこいって言うのよ。はあ？なんで美咲さんに大事な婚約者を紹介しなきゃいけないんだよ。え？所詮あんたは俺にとって偽物の母親でしかないんだし、お前なんかに紹介する必要なんてない。父さんだけ会ってくれればそれでいいんだよ。何を言ってるのよ。私はゆうすけの母親でしょ。あ、あんたは俺の父さんの再婚相手ってだけだろ。いつまで母親面するつもりだよ。何ですって？とにかく週末は絶対に家にいるなよ。朝からどこかに出かけていろ。これは命令だからな。ふざけんなよこのクソババ。なんで家にいるんだよ。婚約者連れてくるからどこかに出かけろって言っただろ。私はそれに従うなんて言ってないわ。母親として息子の婚約者に挨拶しないと。お前マジでふざけんなよ。ママ母のくせに調子に乗りやがって。ママ母じゃなくて母親よ。まったく、いつまでそんなことをグダグダ言ってるの。母親だって言うなら俺のことを産んだのかよ。だとしたらお前俺を16で産んだことになるんだぞ。適当なことばかり言ってんじゃねえぞこのクソババ。また私のことをクソババって言ったわね。いいか、お前は所詮俺の偽物の母親。自分の立場ぐらいちゃんと理解しておけよこのクソババアが。昨日はありがとうございました。ゆうすけくんのご両親にご挨拶できて嬉しかったです。まあ、ご丁寧にありがとう。こちらこそ息子の婚約者さんに会うことができて嬉しかったわ。これからどうぞよろしくね。親から見たらまだまだ子供じみた息子だけど、結婚したら2人で幸せな家庭を作ってね。はい、あなたに言われなくても幸せな家庭を作るつもりです。え？なので結婚したら私たちの幸せな家庭の邪魔をしないでくださいね。ママ母のくせに私たちに干渉するのは絶対にやめてください。子供が生まれてもおばあちゃん面をやめてくださいね。あの、ママ母のくせにって。美咲さんのことは陽介くんから聞いています。お父さんの再婚相手なんですよね。昔から母親面してきてうざかったって聞いています。え？旦那に必死に母親アピールしたいのはわかりますけど、だからって無理やり距離を詰めるのはどうかと思いますよ。しかも必死にご機嫌取ってもゆうすけくんは全然懐かないし、ババアの空回りっぷりが超ウケる。ババアですって？あなた人に対してなんてことを言うの。しかも婚約者の母親に向かって。だから母親じゃなくて偽物のママ母でしょ。いつまでゆうすけくんの母親面をしてるんですか。なんですって？結婚挨拶の時は彼のお父さんがいたから優しくしただけよ。でも私はあんたと仲良くするつもりなんかないから。それを忠告したくてあんたに連絡してやったのよ。ついさっきまで私にも優しく挨拶してくれたのに、あなたとなら嫁姑としても仲良くなれるかもって思ったのに。はあ？なんであんたなんかと仲良くしなきゃいけないのよ。っていうかあんたなんて姑でもないし、ゆうすけくんの母親でもないあんたはただの他人よ。まさかゆうすけだけじゃなくて婚約者からもそう扱われるなんて、さすがの私も傷つくわ。あなたの気持ちなんてどうでもいいから。所詮金目当てでゆうすけくんのお父さんと結婚しただけのくせに。え？私はあんたなんかと違うから。ゆうすけくんが社長の息子じゃなくても結婚してるから。それじゃあ今後はちゃんと距離感を守ってね。二度と私になれなれしくするなよ。ちょっとゆうすけ、どうして私を結婚式場から追い出すの。まさかこのまま私を参加させないなんて言わないわよね。その通りだよこの偽物バーバー。今日この結婚式場にお前の席はない。分かったらとっとと帰れ。どうして私の席がないの。私は新郎の母親よ。だからお前は俺の母親なんかじゃないって言ってるだろ。お前はただの育ての親。俺にとっては偽物の母親だ。そんなお前が新郎の母親席に座れると思うな。こんな大事な日にまでそんなことを言うなんて。私はずっとゆうすけを実の息子のように育ててきたのよ。ゆうすけは5歳の時にお父さんと結婚してずっと家族3人で過ごしてきたじゃない。たまたま同じ屋根の下で暮らしてきただけだろ。俺はお前のことは母親だと思ったことなんて一度もないね。どうしてそんなことを言うのよ。
家族になった時から毎日ゆうすけのご飯もお弁当も作ってきた。勉強や部活に悩んでいた時もずっとそばで応援してきた。ずっとゆうすけのことを一番に生活してきたのに、どうしてそんなことが言えるのよ。お前が俺に尽くしてるのはただの点数稼ぎだろ。親父によく思われたくていい母親を演じてるだけ。俺の愛情なんて何もないくせによく言うぜ。それかなちゃんにも似たようなこと言われたわ。まさかゆうすけも私のことをそんな風に思っていたなんて。ねえゆうすけ、どうして私のことをそんな風に思ってしまうの。普通にそう思うだろ。どうせお前は俺の親父目当ての結果。俺の親父は会社を経営していて金はあるからな。資産目的で結婚したから俺のことなんて邪魔でしかないんだろ。え？でも俺のことを邪険に扱えば親父に捨てられるかもしれないからな。だから必死に俺に媚びを売っていたんだろ。もうそういうのが透けて見えて気持ち悪いんだよな。ちょっと待ってゆうすけ、あんたずっとそんな風に思っていたの。何か間違ったことでも言ったか。ってそんなわけないよな。お前の結婚が父さんの資産目当てなのは図星だもんな。夜中にしょっちゅう通帳を見てはニヤニヤしていたし。え、いやだ、そんなところを見られていたの。どうせ俺には早く結婚して家を出て行ってほしいんだろ。そして父さんの資産を独り占めしたいんだろ。そんな薄汚い金の亡者誰が母親だと思うかよ。違うのゆうすけ、それは誤解よ。うるせえ。いいからお前はとっとと出て行け。お前の席はないんだ。新郎の母親には本当の母親に座ってもらう。偽物は邪魔でしかないんだよ。本当の母親ですって？ちょっとゆうすけ、それ一体どういうことなの。実は父さんに頼んで本当のお母さんに招待状を渡してもらったんだ。何ですって？俺の本当の母親なら絶対に来てくれるはず。だからお前がいたら邪魔でしかないんだよ。実の母親が来るからお前は帰れ。今日は本当の家族だけで結婚式を祝うんだよ。実の母親は私だけど。え、なんだ、それなら私がここにいても問題ないじゃない。私がゆうすけの実の母親であり育ての親でもあるんだもの。新郎の母親席に座るから早く中に入れてちょうだい。実の母親に結婚式を祝ってほしいんでしょ。あ、何を言い出すんだ。お前は俺の実の母親なんかじゃないだろ。ただの父さんの最高相手だろ。何度同じことを言ったらわかるのよ。私はあんたの母親よ。私があんたを産んだのよ。でもその時は彼と結婚できなくて、ようやくゆうすけは5歳の時に結婚することができただけよ。は？お前が俺を産んだだと？だからいつもそう言ってるじゃない。なのにどうしてここまで信じてくれないのよ。だってどう考えてもありえないだろ。俺を産んだとしたら16歳の時の子供だぞ。それが何だって言うのよ。16歳でも子供なんて産めるわよ。え？じゃあマジで俺のことを16の時に産んだのか。本当に俺のことを産んだのか。え、そうよ。ゆうすけは私が16歳の高校生の時にできた子供よ。そしてその時のお父さんは社会人とはいえまだ19歳。高校卒業後実家の会社で働いていた時だったわ。そうだったの。私は高校を中退してもお父さんと結婚して産みたかった。でも双方の両親はブチギレだし猛反対。なんとかゆうすけのことは産んだけど結婚は認めてくれなくてね。ゆうすけのことはお父さんの親がほぼ無理やり引き取ったのよ。10代の母親に大事な孫を任せられないからって。え？でも私もお父さんも結婚を諦めきれなくてね、ずっと2人でこっそりと連絡を取り合っていたの。そして私は高校在学中に簿記とかの資格を片っ端から取りまくって卒業。資格のおかげですぐに就職先も決まってひたすら貯金しまくった。お父さんも実家の会社でどんどん結果を出して事業も拡大、経済的にも世間体的にも安定した時にようやく結婚できたのよ。それが俺が5歳だった時？え、そうよ。その時の結婚もなかなか道のりが長かったけどね。二人でひたすら双方の両親に頭を下げまくって何度も土下座してようやく家族3人で暮らすことができたんだから。そんな、俺の本当の母親が美咲さんだったなんて。それにそんなことが、じいちゃんもばあちゃんもこんなことを一度も教えてくれなかった。私たちは余計なことは言わないようにって伝えてあるからね。今は両家の親とも仲良くさせてもらってるけど、やっぱり結婚当初はみんなギクシャクしていたし、ぶっちゃけもうみんな昔のことは水に流したいのよね。そんな、でも俺は父さんに本当のお母さんに招待状を渡してくれって、それで父さんも分かったって引き受けてくれたのに。ああ、だから俺は渡したよ、美咲に。ゆうすけからの招待状な。え？だから美咲は来てくれたんだ。
嫌われてるから招待されないと思っていた。本当に嬉しいって泣きながら受け取ってくれた。なのに一体これはどういうことだ、ユウスケ。なぜ母さんを式場から追い出した。父さん、いや、これは違うんだよ。俺まさか本当に美咲さんが俺の母さんだとは思わなくて。ユウスケ、俺も母さんもいつも言っていただろう。お前の母親は美咲だって。なのにどうして頑なに信じてくれなかったんだ。だって、あれ俺を丸い顔としてるのかと思って。ママを実の母親のように思えってことなのかなって。それで美咲さんがいつも夜な夜な通帳を開いてニヤニヤしていたんだ。俺は父さんの資産目当ての結婚なんだと思っていたんだよ。美咲がいつも開いている通帳は美咲自身の通帳だよ。いつかユースケが結婚した時に渡したいんだってずっとコツコツ貯めていたんだ。え？嫌なことがあった時はその通帳を見ると元気が出るんだってよ。それお前はなんて誤解をしていたんだ。俺が結婚した時にって、え？美咲は俺との結婚を認めてもらうためにひたすら頑張ってきたんだ。16で子供を産んだ子だって。同級生や先生からバカにされても猛勉強しまくって取れるだけの資格を取って就職。そして給料はできる限り貯金。そのお金が入ってる通帳だよ。え？一番母親が必要だった時にそばにいられなかったからって。その代わりにユウスケは結婚する時にたくさんのお祝い金を渡したい。そう言ってひたすらお前のためにお金を貯めていたんだよ。それがあの通帳。てっきり父さんの金が入ってる通帳かと思ってた。結婚認めてもらう時にはもう300万近く貯まっていたよ。そして結婚してからもコツコツ貯めて、昨晩美咲から通帳を見せてもらった時は驚いたよ。もうその通帳には1000万も貯まっていたんだ。えぇ、それ全部俺への結婚祝いでくれるつもりだったのか。そうらしいぞ。ついさっきまではだがな。え、さすがに美咲ももう呆れ果てたらしい。家に帰ってちょっと考え直したいと言ってるよ。家に帰るだって。おい待ってくれよ。息子の結婚式が始まるのに帰るのかよ。先に追い出したのお前だろ。何をそんなに慌てているんだ。それは美咲がお前の母親と名乗れるようになるまでどれだけ苦労したと思ってる。俺と美咲がどれだけお前と家族3人で暮らすために頑張ったか。その結果はこんな息子で本当に情けないよ。父さん、まさか父さんまで帰るって言わないよね。当然帰るに決まってるだろ。こんなバカ息子の結婚なんて誰が祝いたいと思うか。嘘だろ。新郎の両親欠席の結婚式なんて聞いたことないぞ。新郎が実の母親を追い出す結婚式ってのも聞いたことがないがな。それじゃあ俺たち抜きで結婚式を楽しんでくれ。新婦のカナさんにもよろしくな。すみませんでした。今までひどい態度をとっていてすみませんでした。謝るので私たちの結婚式に戻ってきてください。このまま新郎の両親が不在の結婚式なんて絶対にダメです。あら、どうして。カナちゃんは私と仲良くしたくないんだし、邪魔なおばさんが欠席だ。あなただって嬉しいでしょ。ユウスケ君から聞きました。本当の母親だったんですよね。私は本当に何も知らなかったんです。ユウスケ君から金の亡者みたいな人だって聞いていて、それで何も知らずに美咲さんに冷たくしちゃっただけなんです。ええ、分かってるわ。だからカナちゃんのことは特に恨んでないし。本当ですか。でもそれとこれから仲良くしたいかどうかは別問題よね。え、バカな息子だけど、どうか二人で幸せになってね。私たちのことは何も気にしなくていいし、関わらなくていいから。そんな、待ってください。私は美咲さんと仲良くしたいです。息子のために1000万も貯金できるなんて尊敬します。あら、やだ。もうそんなところまで話を聞いたの。だから戻ってきてください。その美咲さんからのお祝いだってまだ受け取ってないですし。それなら安心して、1000万は後でユウスケの通帳に振り込んでおくから。ただしお祝いとしてじゃなくて手切れ金としてだけど。え、もういろいろと疲れちゃって。私は母親としてできる限りあの子に尽くしてきたつもり。でもあの子は私の愛を受け取ってくれなくて。今さら全て知ったところで今までの虚しい気持ちは消えないし、だからもう距離を取ろうかと思ってね。それって絶縁ってことですか。夫も理解してくれているわ。母親を大事にできない息子なんてもう知らんって。いずれ会社をユウスケにって思っていたみたいだけど考え直すみたいね。嘘でしょ。それじゃあユウスケ君は実家の社長になれないの。あれ、なぜそんなに驚くの。ユウスケとの結婚は金目当てじゃないって言っていたじゃない。だったらユウスケは社長になれなくても問題ないわよね。それはそうだけど、でも社長になると思ってたし、私もいつか社長夫人かと思ってたのに。10代でユウスケを産んだ私にもいろいろと責任はあるからね。
小さい頃はそばにいられなかったし、ゆうすけだけを責めるつもりはない。だからせめてもの気持ちで手切れ金として1000万すべて渡します。でもそれでゆうすけと親子でいることにこだわるのはやめにするわ。そんな。というわけでゆうすけのことをこれからよろしくね。かなちゃんなら息子を幸せにしてくれるって信じてるわ。その後2人は新郎の両親不在のまま結婚式を挙げることにしました。しかしまさかの新郎両親の欠席に式場中はざわめきっぱなし、あまり楽しい式にはならなかったそうです。そしてその後すぐにゆうすけが、今までごめんなさい、俺母さんにずっとひどい態度取っていたよねと謝りに来ましたが、私の代わりに夫が、親だって一人の大人だ、子供のしたことだからとすぐに水に流すことなんてできないし、傷ついた心はすぐに治らない、それが何十年分の傷ならなおさらなと追い返してくれました。その後もゆうすけとかなちゃんからは何度も謝罪の連絡が来ていますが、私は一生返信はしないつもりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。